皆さんこんにちは。受験生応援動画の時間です。今回は資料の活用の解説をしていきます。頑張っていきましょう。今回の課題は代表値を用いて資料の傾向を説明しようですが、皆さん代表値は覚えていますか？まずは復習をしましょう。代表値は資料全体を代表する値です。代表値には3つの種類があります。きちんと覚えておきましょう。次に平均値、中央値、最頻値の求め方を確認しましょう。右の表で考えると、平均値はこのように求めて 6.32 点になります。中央値は25人の中央が13番目なので6点となります。最頻値は8点が7人で最も多いので8点となります。皆さんちゃんと覚えていましたか？次は問題の解説です。ハンマー投げの記録に関する問題です。皆さんならどちらの選手を選びますか？まずは最頻値の問題です。 A 選手のヒストグラムで見ると、一番山が高いところは73から77メートルです。つまり A 選手の最頻値は73から77ではありません。最頻値は最も度数の多い階級値、階級値は階級の中央の値です。なので A 選手の最頻値は73から77の中央の値75になります。同様に B 選手も考えましょう。ヒストグラムから一番山が高いところは69から73メートル、つまり B 選手の最頻値は69から73の中央の値71となります。続いて相対度数を求めます。相対度数は度数の合計分の階級の度数で求めることができます。では A 選手から求めていきます。度数の合計は20回分のデートなので20、65から69の度数は2です。よって20分の2イコール 0.1、 相対度数は 0.1 になります。同様に B 選手の相対度数も求めると、20分の4イコール 0.2、 相対度数は 0.2 です。最後に特徴を比較して説明する問題です。まず特徴を比較するには資料の傾向を読み取る必要があります。そして読み取った傾向を数学的な表現を用いて説明しなければいけません。では数学的な表現とは何でしょうか？今回の資料の活用においては、最大値や最小値、範囲などの統計的な指標を適切に用いて表現することです。用語の確認をします。最大値は最も大きな値、最小値は最も小さな値です。範囲は最大値引く最小値で求めることができ、これは資料の散らばりの程度を表します。では説明を考えていきましょう。まずこちらをご覧ください。 B 選手は高い記録ですごく安定しているね。 B 選手の方が飛ばしそうだよ。そんなことない。 A 選手は低い記録もあるかもしれないけど、 A 選手の方が飛ばせそうだよ。 A 選手、B 選手それぞれ飛ばせそうだという意見がありました。2人の意見に納得できましたか？今の説明ではどちらも数学的な表現を用いて根拠を示した説明になっていません。 B 選手は安定していると考えた根拠、低い記録があっても A 選手と考えた根拠がそれぞれ示されていません。数学的な表現を用いて根拠を示す必要があります。
続いてこちらをご覧ください。 A 選手と B 選手それぞれの範囲を調べると B 選手の方が小さいよ。それに最小値で比べても B 選手の方が大きいよ。だから B 選手は失敗が少なく高い数値で安定しているから B 選手の方が飛ばすそうだ。 A 選手と B 選手それぞれの最大値を含む階級で比べると A 選手の方が高い。失敗はあるかもしれないけど A 選手の方が飛ばせそうだよ。今度は選んだ理由を範囲や最大値といった数学的な表現を用いて根拠を示して説明しています。このように説明をする問題では数学的な表現を適切に用いて根拠を明確にし選んだ理由を説明するようにしましょう。他の正答例では73メートル以上を記録した回数で比較すると A 選手の方が多いから A 選手などがあります。他にどんな意見があるか友達と確認し合ったり先生に聞いたりしてみましょう。以上で動画は終了です。資料と活用は毎年入試で出題されています。しっかりと復習を重ねていきましょう。お疲れ様でした。